どうもです。本日もご飯の時間がやってまいりました。そんな春の旬の食材参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、材料の方紹介していきます。まず3つやと思ってたの。はい、ベシャメ、もうない気持ちいい。握った段階でもう結構むにゅってなるけど、どうもです。本日もご飯の時間が2回目なんですけどやってきました。いや、さっきね、春のメニューを作ろうと思って頑張ってみたんですけれどもね、花粉症がひどくてね、失敗しちゃいました。ということで、一回失敗しちゃってね、ちょっと時間ないんですけれども、今からでもすぐにできる時短料理をやってみようと思います。それが、はい、こちら台湾混ぜそば、これをね、今から作っていきたいと思います。目標調理時間はですね、20分を目指してやっていこうと思います。それでは、いきます、スタート。それではまず豚から調理していきます。もうね、今回は火を使わずに電子レンジでいきますね。豚ひき肉 200g、 豆板醤、これね、豚分量は後で書いておきます。で、醤油、酒で、これみりん、すりおろし、にんにくをよし、入れます。はい、それではね、ラップをかけてこれで約10分間加熱します。はい、肉を温めてる間にね、スープの方も作っていきます。スープはですね、まず水、これもね、また分量書いておきますね、後でね。鶏ガラスープの素、オイスターソースに、最後にごま油、最後じゃなかった鷹の爪の輪切りを少々入れます。おー、入れすぎた、まあ、いっか。で、これを混ぜて、約3分半レンジで温めます。4分ぐらいでもいいかな。はい、全部ね、温めてる間なんですけれども、その間に麺を湯がいてザルにあげて、ちょっと水切りしておきますね。しました。いかがでしょうか。ちょっとね、急いで作ったんでいつものように分量が 2,3 人前あるんですけどね。早速高速で作った時短台湾混ぜそばいただいてみましょう。
いただきます。混ぜてガシャガシャと混ぜていきましょう。よし、じゃあ行きます。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、あ、辛っ。うん、うん、おいしい。うまい。本日はですね、時間のない時にでも簡単にできる台湾混ぜそばのご紹介でした。材料さえあれば本当に20分、で今回ね、撮影しながらとても30分かかってなかったんで、実際は20分で、余裕でできるメニューとなっておりますので、皆様時間のない時には一度お試ししてみてはいかがでしょうか。本日の料理ね、役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ただ今日かかった。それではまた次の料理家 Vlog、 またキャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴーゴービーゴーでした。グッ。最初からこれ作ってたかな。